5月27日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。八丈島のキョン。出た続知ってます。八丈島のキョン。八丈島のキョンというギャグ知ってます。あ、あれですよね。それであ,れあのガキデカです。ガキデカガキデカ、はい。山上達彦さんという漫画家の方がいらっしゃいまして、はいはい、山上達彦さんの。うん えー「ガキデカ」というシリーズがあって今もう連載は終わってるかな山上達彦さんはまだね訃報を聞かないのでご存命だと思いますにいや私大好きな漫画家でしてね「<い>あのー、喜劇思想体験」っていう漫画があったんですけど<い>非常にマイナーな漫画だから知ってる人は少ないだろうと思いますがその後ガキデカ」で大ブレイクして私の知る限りね 確かね山上達彦さんが大ブレイクした後で「えー、葛飾区亀有公園前発,ああ発出所」っていうのが、ええ、あれ漫画家の方が秋なんとむさんる秋いうのは秋元勉さんんかそんな名前なんですけど、ええ、デビューした時はね、はい 山上達彦って山の上じゃないですか山の上に一本出して「山留達彦」っていうおいおいっていうさすがに怒られたらしくてだから山上達彦さん本人に怒られたのか出版社に怒られたのか読者に怒られたのか知りませんけれどもそこから別に名前を変えてそれが本名かどうか知りませんがその後 どっちかというと世代によっては本家山上達彦よりも山留辰彦改め 葛飾区亀有公園前初発出所の作者の方が有名になったかもしれないんですがそのガキデカの中でですね<ー>八丈島のキョンっていう小回りくん、うん、小回りくんっていうあの警察官の顔のでかい警察官みたいなキャラがいるじゃないですか <laughs>、はいはい、あの一発ギャグがあったんですが、うん、八丈島のキョンっていう私その一発ギャグまで知らなかったんですよ、うん、八丈島というところにキョンっていうですね、はい、鹿のちっちゃいみたいなものがいて、はい、なんで突然今日八丈島のキョンかというと <laughs> 私週末日本にいなくて帰て 新聞を今日読んでいたら、はい、この週末、東京都内でシカの目撃情報が相次いでたという話があるんですよ。よ それもね江東区の臨海地区とかっていうところ江東区ででかでです専門家ら結局ねよくわからないんです、えー、結局今このオンエアの時間でもその鹿が捕まったとかですねさらなる目撃情報があったとかいう話がないんですけども、えー、専門家に言わせるとか可能性としては2つぐらいあって、はい、1>, 1つはキョンじゃなくて鹿だとすると鹿とキョンの違いは大きさがまず全然違いますね、うん、鹿の方がだいぶでかいです。えー 私、実際に野生の鹿を目撃したことが何回かありますからね。私があのこの番組でも何回も言及している山の家というのに。<ー>お家に帰る途中で、はいはい、夜に車走らせてたら。右の林の中でなんかピカッと光る二つの。 ものがあったえっ、えと思ってみたらですね鹿ですよ鹿鹿の瞳だったの、はい、鹿って夜間光照らすと<ー>角度によるんですけど目が光るんですねはい、はい、あ、鹿だと思ったのとそれからもう一つあれは確かね、はい 大阪の南の南方に友ヶ島っていうと、えー、友ヶ島っていう島がありそうなんですが実は友ヶ島というのは島3つぐらい合わせた名前の総称が友ヶ島で一つ一つには別の名前がついてるんですがここ無人島無人島とは言いながらかつて新婚旅行がみんな国内に行ってた頃、はい、そういえば最近は。 海外旅行はなかなかもう新婚旅行で行けなくなっちゃったという円安の時代ですから国内旅行が回帰そういう状況の中でもしかするともう一遍スポットライトを浴びる可能性はあるんですがかつてその海海外外旅旅旅旅行行行行に新婚旅行は新婚婚はは必ず海外旅行っていう時代がありましたよねその一つ前ぐらいの世代でいうと国内旅行で新婚旅行って言って伊豆とかですね熱海とかね関西方面でいうとその友ヶ島っていうのはあのかん。 当時南海電鉄かなんかがリゾート開発してて何十万人も年間観光客が行くそういう場所だったんですがその後すっかり廃れて小さな桟橋は一つ残って地元の漁協が観光船は行き来させてるんですけれどもかつてほどのにぎわいもんもなくなっちゃって定住してる人は少なくとも住民票を置いてる人がいないんで今無人島になってるんですがここはね鹿がいるはずで私ここで鹿を見た記憶があるんですけどももしかすると まあ鹿とかクジャクとかねなんかそういう動物がいるところなんでもしかすると私の記憶違いの可能性もないではないんですが、うん、まあ関西だと鹿一般的にいるんですね関東でも埼玉から東京でも西の方の山の方に行くと結構いるんでえどっか地続きのところを通じて江東区まで東くんで 着くまでにどっかかでで見つかるだろうと思ううとんだけども,、えー、もう撃されそなすていう可能性が一つと、はい、もう一つは、うん、最近あのキョンが、うん、キョンが千葉の南の方で増えすぎて大変なことになってるって話はもうここ数年来ニュースとしてあるんですよ。そう,うん、そうすると千葉の南の方にいるキョンが何から弾みでポコポコ歩いてですね、うん、<laughs> 気が付いてみたら「こう遠くかよ」みたいな。でてたっていう話があってああキョンかーと。 八丈島のきょん山上達彦さんどうしてるかなとかふと思ったのでございますそんなことを考えながらオンエア前にこのスタジオの横をふらふら歩いていたらディレクターが「柴さんおン始まってます」「嘘だろう」と思ったら「嘘だろう」と思ったらオープニングのテーマ曲がスタジオの外私ねこの番組結構長いことやってますがオープニングのテーマ曲をスタジオの外で聞いたのは初めての経験です。 ちょっとびっくりしましまたねこれはいやこっちがびっくりドキドキして待ってましたよトイレ行ってねいや松山さんこ,こにいやうですね。なんとかなりますけどねなんとかなるとは言いながら自分の番組のオープニングをスタジオの外で自分で聞くことになるとは <laughs> これ夢にも思わなかったですね <laughs> ち,ょ<っ>ちょっと驚きました。ももうちょっっと早めにトイレ行ってくださいよいよつもギリギリにね かますかね、トイレに行ってるように見えて、実はトイレに行ってるわけじゃないんです。え何してるんですか。うん、オンエア前のルーティーンっていう、あのちょっと人には言えない作業がいくつかありました、ね、あです。本当ですね、人には言えない作業だから、言えないんです <laughs> え、それをトイレでなんかやってくる最たしね、いろんなことに気がついて。はい、まあ、お祝い,いこのオンエアでも喋っていきますけどね。えー、えー、この間ね、はい、ちょっと飲んでたんですよ。隣に親父がいてですね、はい、その隣の親父がですね。 長さ五センチから六センチぐらいの安全ピンを取り出したんですよもうれで何にも言わずに安全ピンを自分のハンカチにバッと刺すんですね、はい、だ安全ピンハンカチに刺してこのアイどうするつもりかと思ったら、はい、見てたらですねその穴に刺したやつをスライド刺すんですよピューってスライドするのね、はい、ええどういうこと はハンカチに刺した安全ピンが移動する、うん、なんじゃこの親父と思ってじーっと見てたら最後その親父さんがですね種明かしをしてくれたんですがああ安全ピンってそういう状況に今度ここで気になったら私じゃあやってくださいあさいそれから私お家に帰って安全ピンを探してハンカチなんかいくらでもその辺にありますからやってみたら。 簡単にできました。ハンカチの裾に刺した安全ピンが、はい、あの針穴がずっと移動するんです。え、だってハンカチ破けちゃいませんか?そんなこと。それが破けないんですね。ねじゃあ、明日お見せします。明日のオープニングで必ずもう予告しときますから。で、種明かしも含めて、まあ、多分喋っちゃっても。このネタで飯食ってるマジシャンはいないと思うから、多分大丈夫だと思います。たまたまその、うん、飲んでたところ、隣の親父がやってたんで。はいはい <laughs> び根掘り葉掘 <laughs>、うん、り,り聞いたらその親父が <laughs> いやこんなもんもうあのマジシャンが少なくとも人前でやるようなほどのネタじゃないんで<ー>誰でもできますよって話でその方普通のおじさん マジシャンの方その方が普通の親父だったのかマジシャンだったのかわからない<ー>もしかするとす手つきのすごさから見てプロだった可能性はあるんですけどもただそのプロの手品師だったとしても、うん、その安全ピンがスライドするネタは、うん、あまりにも簡単で誰でもできるネタなんで、うん、多分プロが人前でやって金取るようなもんではないと思いますから別にラジオで喋っても大丈夫だと思いますから、ええええ、私オープニングでやってみせます。はははいはい、はい え楽しみだななんかああいやそんなこと言ってる場合じゃないと問題は八丈島のキョンだわ。<laughs> 八丈島のキョンということで、えー、週末に東京江東区で鹿の目撃情報があってえその鹿が今どうなっているかわからないという話が、えー、今日の夕刊の一部の新聞に出てたりなんかいたしますので、えー、もしかすると近隣で 東京都内23区にお住まいで、湾岸地区、臨海地区にお住まいで、鹿を週末に見た、あるいは今目の前にいるという方がいらっしゃったら、もし、ね、目撃した人は、この番組の中に番組宛てにですね、ええええ、目撃情報をお寄せくだされば、ええ番組中でええ畜児リポートしてまいります。じゃ万が一そういう方教えてください。ええそれでそうですね。<laughs> うんうん、まあ大騒ぎにはならんか。鹿だからな。鹿って別に。 食われて死ぬってこともないし。うん、で熊と違うからな。大きい鹿で角が立派に生えてたりするとね、ちょっと角で刺されたりする可能性はね。あまあ、後ろに回ると馬と同じで蹴られるとやばそうですよね。はい、は,いは,いはい、はい、はい、はい。馬って本当に後ろ回るとあ危ないですからね。いや、あの怪我しちゃいますよね。怪我するじゃ、すまんない、で<っ>下手すりゃ命なくなりますよ。うん、私それで言うとね。うん、ヘリコプターのつい、テールローターって後ろでくるくる回ってるやつあるじゃないですか。あ,あれね、<い>小さいヘリコプターだと。 人間の頭の高さよりも低いところにあったりなんかするわけですよ。私何にも考えずにヘリコプターの後ろ回ろうとして後ろから首筋掴んで引き戻されたことがあります。ふっと見たら目の前にあのヘリコプターのテールローターが縦に目の前回転しててうわちゃあ危ねえ。危ないですね。ヘリコって意外と危ないですね。<ー>いやもうそんな話は皆さん本当にお気をつけください。ががい私も今日はあの右腕が抜けないことを祈りながらのオンエアでございますので。今日はねあのサポートするねガード どうするもの外してね、いらっしゃってますから、気をつけてください,怖い。怖いです。今日からですから。うん、今日から外しております。それ下手な方向に手を上げたりすると、また外れちゃうんで,、ね、ですね。だから、私ね。内側を肘を回しながら、上には手は上がるんですけ、うん、外側を回りながらは無理なんです。うん、外側を回りながらの、お、おろすとですね、ぐっき。 ていっちゃいそうな気がするんだな。生放送中にね、そうなると。え、こんだけ人数がいるや、みんなで、あの、押さえつけて、入れてくれる人も一人ぐらいはいるだろう。いたそうですけどね、それも。あの、煙くじらのやつなんか、力強そうだから、なんかいけるんじゃない。あ、入れちゃいますよ、グギーみたいな。痛い。そうならないようにね、お気を付けください。ありがとうございます。喋ってるだけなら、大丈夫だと思いますが。不要意に体を動かすと、危ないです。用心してください。 さあズームそこまで言うかこの後は最新の株為替の情報をお伝えいたしますでお知らせを挟んでのズームフラッシュでは週末から今日にかけてのニュースをチェックします 辛坊さんが独自の視点でニュースをじっくりと解説する特集コーナーズームを、ン。4時台は政治ジャーナリストの田崎志郎さん登場です。昨日、静岡県知事選挙ありましたけれども、衆議院の3つの補欠選挙に続きまして、自民党が4連敗になりました。今後の岸田政権の行方にズームしていきます。 でご時代はもうこの番組でもねしんぼうさんのピンチヒッターも何度も務めていただきましたおなじみの小倉智明さんが登場いたします現在のあのご病状のことですとか2月に出版された著書本音についてお話を伺いますおえや笑いながらやっちゃダメでしょ <laughs> おえや食べながらやっちゃダメでしょ <laughs> お言葉返すようですけれども <laughs> さあ、えー、番組のエンデでは笑っちゃったらわかるけど食べちゃったらわかんないじゃんわ <laughs> <laughs> かりますよ、えー ズームミュージックリクエストお送りしますけれども今日のリクエストのテーマは「もみじまんじゅうはうまい!」と思った時に聞きたい曲。 <laughs> 脈絡ないですね。もみじ饅頭はうまいと思った時に聞きたい曲、うん。もみじ饅頭よくできてるわ。今ねむさぼり食べてますけれどもね辛んさんがねじゃあもみじ饅頭が言わなきゃわかんないじゃんい。いや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 言いたくもなりますよ。と思った時に聞きたい曲選曲の理由も書いて送ってください。で今日は午時台に小倉智昭さんお招きいたしますんでこのリクエスト曲の決定少し早めになります。四時四十分頃に行いますので早 早めに送ってください選曲の理由も書いてお願いしますメールで送ってくださる方は ZOMZOOM o アットマーク 1242.com X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームで参加してくださいお待ちしておりますでは続いてこの時間はガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです 最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんお願いいたします。はい、ガイタメドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週末金曜日と比べて253円91銭高い38,900円2銭で取引を終えました。トピックスは金曜日と比べて。 23.82ポイント高い2766.36ポイントで取引を終えました円相場は現在1ドル156円80銭付近で取引されています東京市場の円相場は156円台後半で方向感のない相場展開となりました 序盤に156円90銭台で下げしぶると、一時156円60銭台へ強含みました。しかし、その後は日本株高を意識した円売りもあり、切り返す展開となっています。本日はイギリスとアメリカが祝日で株式債券市場が休場となっています。そのため、海外市場でも方向感のない相場展開が続きそうです。 157円台では政府日銀による円買い買入への警戒感から下げる一方で、156円台では円売りが入りやすいとみられます。以上株と為替の情報をお伝えしました。上原さんありがとうございました。ありがとうございました。外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポン放送ズームそこまで言うか。 このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです立憲民主党の岡田克也幹事長と大串博選対委員長が25日開催予定だった自身の政治資金パーティーを中止すると明らかにしました 立憲民主党はパーティー開催禁止法案を国会に提出しておりその整合性に批判が出ていました11月のアメリカ大統領選挙で返り咲きを目指す共和党のトランプ前大統領が25日政府の不介入を重視するリバタリアン党の党大会で演説し政権奪還に向けて結集すべきだと訴えました 自民党の木原誠二幹事長代理がきのう、フジテレビの番組に出演し、経済が再びデフレに戻る可能性がある場合は、所得税と住民税の定額減税を来年以降も継続させる考えを示唆しました。 岸田総理は福島第一原発の処理水放出を受けた日本産の水産物の輸入停止措置の即時撤廃を求めましたが中国側は応じませんでしたイギリスのスナク首相が26日7月4日の総選挙で与党・保守党が勝利した場合18歳を対象に12ヶ月の兵役を導入する考えを明らかにしました 立憲民主党の蓮舫参議院議員が、今日午後。7月7日に投開票される、東京都知事選挙への立候補を表明しました。蓮舫さんの東京都知事選の立候補を表明は、ちょっと驚きましたね。ええー、なんで驚いたかというと、蓮舫さんって過去。私の記憶している限りでも、2回ぐらい東京都知事選に出るんじゃないのって話があって。 <で>その度に出てなかったんですよいいいい特に今小池知事小池さんが知事になったのが2016年、うん、で2016年の選挙の直前にも蓮舫さん出んじゃねえのっていう話があったんだけどもはい、はい、結局確か直前からんかの参議院選挙の方に出て都知事選には出てこなかったんで、まあ、今回、うん、まあ正直なところを言うとなんでという思いはあるんですが、はい、多分。 状況を見て勝てる可能性を考えたんだろうなと、まあ、簡単に言うとそういう話でその辺り今日あの幼児大はもちろんあの今日出てくださる理由はですね昨日行われた静岡県知事選の、えええー、結果の分析と影響等について喋ってもらうというのがメインなんですがただ。 直前にこのニュースがありましたから、うん、これについてもちょっと田崎さんにどういうことなんだろうというのは聞いてみたいなと思います、うんはい、さあその政治絡みでいうとうんちょっとこういうところがやっぱりね立憲民主の弱さなんだよなとこうつくづく思ったのは、うんうん、このタイミングでこれだけ政治と金が言われてるタイミングでわざわざ政治資金パーティーやるかっちゅう話で。<laughs> はい でまあ、結局岡田克也さんと大串博さん岡田克也幹事長と大串博選対委員長は辞めるっていうふうになったわけですがただ2日3日ぐらい前に岡田さんはいやまあ比嘉浜当時から、まあ、数日前だからあるに決まってますよね、うんはい、いやでも自民党がパーティーも献金もやり続けてるやり放題の中で立憲だけがやらないということになると勝負にならないからっていうような。 理由で数日前にはやるって言ってたんですよそれがやっぱさすがにさすがにおいおいって話になってここのタイミングでやめますなんだけどもちょっとやっぱりあ,あこの辺がちょっと立憲の弱さかなと私は思いますねで、まあ自民党なんかもそうなんですけども例えば例の1990年代に生徒女性制度が始まってから 現状どうなってるかというと自民党って政党助成金で年間160億ぐらい<ー>億円<く>えでその他の政治献金でのパーティーなので数十億円、うん、だから言いや圧倒的に政党助成金の方が多いわけですよ民主党だって立憲民主だと同じような状況の中でだったら、あのー、政党助成金は受け取ってるわけだから。 いやまあとにかく少なくともこのタイミングで政治資金パーティーやるっていう発想自体がねうんそれないだろうと思うんだけどそれやっちゃうっていうところがちょっとやっぱり立憲が世論見誤ってるのかなとその世論でいうとですね、はい、今日こう国際政治の話も出てきてるわけですが、うんまあ、トランプさんの話ともう一つイギリスの首相<い>あの7月四日に総選挙が行われます。<laughs> このタイミングで総選挙って ユ、まあ、スナックさんって保守党なんだけれどもイギリスって二大政党制の元祖みたいな言われ方されますが、うんえー、現在政権持ってるのはスナックさんなんですが、まあ、保守党なんだけども、はい、まあ あの野党労働党の方が最近の支持率,支持率でいうと圧倒的に強いんですよ、うん、だからもしかするとこの7月8日の総選挙次第では政権交代するんじゃないのっていうぐらい与党・保守党は惨敗するんじゃないのって話が交換言われてる中ではい、はい、その与党・保守党がなんでこのタイミングでいわゆる徴兵制ですね、えーえー、18歳を対象に12か月の徴兵制を言い出したかというと、はい、ちょっとこのままいくとどうも。 もうドロドロに負けそうなんで、うん、起死改正の一発として例えば徴兵制に関して言うと高齢者の支持はゴブゴブだったりなんかすするわけです<ー>保守党と労働,省労働党の支持率で言うと圧倒的に労働党の方が今勝ってんだけども。 えーまあ、日本と同じで政治に興味があって選挙に行きそうな高齢層だけ見ると、うん、少なくともこの徴兵制に関しては半々なんですね。うん、ううで,でなおかつ今やっぱりイギリスで兵隊の数が減ってて、ねはい、徴兵制でもしかないとイギリスの,あの兵力保てないんじゃないっていう議論、えー、安全保障上の議論があってそこに焦点を当てて基地改正の一発ということで。 はいね、若年層のさすがに18歳対象にとか12ヶ月とか若年層の支持率的には極めてネガティブなんだけども、うん、でもトータルの選挙結果を考えた時にこの主張は得だと判断した、うん、はいそれがイギリス政治の今現状であります。ズームフラッシュでした 5月27日月曜日、時刻は午後4時を回っています。日本放送から辛坊治郎と。増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見をご紹介します。ありがとうございます。神奈川県横浜市57歳のシナモンパパさんです。シナモンパパさん,、うん。釣りとゴルフが趣味の私は。ほいほい定年後は勝浦に引っ越して、余生を楽しむことを目論んでいます。素晴らしいね。妻もノリノリで物件探しをする毎日。 そんな昨日の夜、晩酌しながらニュースを見ていると、例のキョンのニュース。てし勝浦にキョンが大繁殖しているととのこと、はいえーまあ、山上達彦さんのガキデカのギャグは、うん、八丈島のキョンなんですが、<う>八丈島、えーと、東京にもですね確か伊豆諸島のどっかにキョンはいるはずなんですけども、はい、千葉の南の方にいるっていうのは有名ですよね。妻は 可愛い,いじゃんか、勝浦に来したら毎日キョンキョンが見られるじゃんと。いやキョンキョンじゃなくてキョンです。<laughs> はい。お気軽に。<laughs> まあ二頭いけるキョンキョンですかね。<laughs> <laughs> ンですお気楽に言っていましたが地元の方のインタビューで「毎日毎日うるさくてたまらない」と言っておりそ,、ねえー、そのきょんの鳴き声は「ぐえぐえ」という二日酔いのおっさんが歯磨きをしているような鳴き声 <laughs> 定年まであと7年どうなることやらそんな鳴き方なんですか、えー。それは結構有名な話で「きょん大繁殖して困ってる」って話はね、はい もう何年も前から聞いてますけどね、うんえー、なんかねその時に苦情がどうのこうのっていう話でそれもなかなか困難みたいなだから現状昨日の夜のニュースですかたまたまですかねえそうみたいですへじゃあ、えー、もう何年も前からこれ話題になってますから。<laughs> <ー> 全然解決の方向に向かっていないということなんでしょうね。どんどん増えちゃうんでしょうね繁殖力、ね。すごい繁殖力らしいですよ。<ー>はい。もともとだから何かのために入れたんでしょうねきっとね。見た目は可愛らしいですけど、ね。だからもともと何かのために入れたのが、うん、やたら繁殖して困ってるって話は日本中でありますよね。えあ奄美の奄美諸島の方へ行くと偽物で昔はあのハブタイマンゴウスみたいなやつがあ,、えー、<laughs> あって、はい。 えー、だけど自然界でなかなかハブとマングースが出会ってハブの駆除にマングースが頑張った棚じゃないんですよだからハブ退治のためにマングースを入れたもののマングースが逆に増えてですね、えー、食べちゃいけないものを食べたりなんかしてだけどマングースにしてみりゃ勝手にここへ連れてきて。 そりゃないだろうっていう話ですけどもまあ、ね、それぞれの答えにまあ言い分はあろうかと思います今日、うん、キョンだってキョンの言い分はあろうかと思います <laughs> ただ近所でキョンにギャーギャー泣かれてる人の立場からすると勘弁してくれよってそう思うのは間違いないですね。それににしても週末に江東区でもう 目撃された鹿のようなものが一体何だったのかこの時間に至るまで残念ながら解決しておりませんねえまだいるんですかねここだけど今あの勝浦の勝浦に引っ越したいという方からメールいただいたじゃないですか、うん、関西からやってくるとですね勝浦と聞くと和歌山の南の方なんですあそこね、はい、ーキー勝浦とかナチ、えー、勝浦とかっていうのがあって、えー だから、うん、ナチカツ勝浦とか紀伊勝浦っていうぐらいだから、うん、千葉県の勝浦の方が多分本家なんじゃないかと思いますけどね<ー>千葉の勝浦は別に千葉勝浦とは言わないでしょうから房勝浦ともは言わないですよね、うん、だから向こうが紀伊勝浦だけど歴史的には向こうの方が紀伊、うん、半島の方がそれはあそこ熊野古道の世界遺産ですから。 古いは古いですけどね、どっちが本家なんだか。<ー>調べてから、喋れよ、その通りです。ね、おっしゃる通り。ね、ま思いついたことを、何でも喋りゃ、言ってもじゃないんだ。<laughs> 全くの通りです。本当に、ちょっと気をつけます。メッセージ、まだまだお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方。 z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x はハッシュタグ辛坊次郎ズームで参加してください。で今日のズームミュージックリクエスト締め切りちょっと早くなります。四時四十分ぐらいにねあの先行しますんでそれまでに送ってください。今日のお題はモミジマンジュはうまいと思った時に聞きたい曲というこれもまた唐突なねあのお話で決まった題ですけれどもお待ちしております。 さあ、この後は政治ジャーナリストの田崎志郎さん登場です。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。静岡県知事選挙で自民党推薦の候補が敗北。川勝平太前知事の辞職に伴う静岡県知事選挙が昨日う投開票され、 立憲民主党と国民民主党が推薦した自民党は先月末の衆議院の3つの補選に続き4連敗となりましたが今後の岸田政権の運営にはどんな影響が出てくるのでしょうか。 この時間は政治ジャーナリストの田崎史郎さんにお話を伺います。田崎さん、今日はちょっとお忙しいので、お電話でのご出演ということで。田崎さん、お忙しい中あいあ、ありがとうございます。よろしくお願いします。すまあの、今日、田崎さん、私びっくりしたんですが。はい、あの、はい、東京都知事選に蓮舫さんがお出になるっていうのは、これは想定してました。 えっとねまあ、正直は一定、想定してませんでしたね。<ー>というのはね、いつまで都も都知事選があるたんびに、諒法さんに出馬するっていう方が流れるんで、それで、そのたんびになんか結局、死ぬつぼみになって亡くなってたんで、はい、今回もまあそうなんだろうなと、ちょっと高くくってた部分がありますどうなんですか、ぶっちゃけ勝てると踏んだんですかね。 いやそれはね蓮舫さんの陣営は勝てるっていう,う読みでやってるんですよそりゃそうですよね。はい当たり前なんで、私、落ちますっていうつもりで出てる人はいないんで <laughs> そまあまあ、そりゃそうだ、まあまあ、絶対いないかっていうと、まあ、あのいわゆる一つの泡沫候補だと辞任してる方もいらっしゃいますから、なんとかなんのは、かこれだけのれで有名人はいね、で勝てる可能性があるのは、はい やっぱりね、あのー、最近の,あの選挙見ていても、やっぱり自民党が自民党支持層を固めきれてなくて、えーえー、一部が立憲民主党に流れるような現象が起きてきてるんですね、静岡もそうだったんですけれども、えーね、でそれで蓮舫さんにすれば、それが期待できるっていうことと、はい、これまでの、あのー、実績で、2年前のあのー えー、参院東京選挙区で、蓮舫さんはそこでまあ67万しか取れなかったんですよ、<う>43、四万減らしたんですね、はいで、でもそれでも共産党の票と足したり、えー、立憲民主党の2人目の候補者を足すと、170万ぐらいいくんですよ、はいはい、でそれに、れいわ新選組が仮に加わると200万票加わるんですね、えー、200万票なる超えるんですよ。 一方、小池さんは1回目の都知事百291万票、えー、4年前は366万票なんですよ。はい、366万というのはちょっとなんできすぎ、ね、な、うん、時々ね、ごめんなさい、田崎さん、音声がね、遠くなるんですけど、もしかすると、何かでマイクから口元が外れてるのか、それとも機械的トラブルか。す,かえーえー、すいません、じゃあ,あの、近づいてしゃべりますあすいません、ごめんなさい。それであの お互いに、ね、200万秒取れる実力はどうもあると見込まれるんですね。ほうほうでもおっしゃるように、まあ、小池さんの方が優勢かなって見方の方が多いです。なるほどそれにしても まあ多分有力な対抗馬が立たなければ、多分小池さんはかなりた固い戦いができるだろうというふうに見る人が、ええ、まあ私も含めて多かったはずなんで、ちょっとなんだか、これね、あのまあ、ちょっと大げさかもしれませんけれども、はい、日本を代表する女性政治家の直接再建立でつながあの保守系、革新系のね。ええ でかつ、まああの、ちょっと魅力的と。それは田崎さんの判断ですか僕ののの判断ででですすすねねね <laughs> <laughs> それ盛盛りりり上上ががるんんんじゃなないかなと思うんです、ね、あまここ最近話題のあのなんだっけ大臣の女性ほれ総理,総理候補が上川子 上川さんもついでに賛成したらすごい面白いことになりますよね、上川さん、やっぱり外務大臣としての責任がありますし、冗談ですけどね、すみません、はい、いや、なかなか注目度の高まった東京都知事選だなとは思いますが、さて話を静岡県知事選の方に戻しますが、はいえー、選挙結果はどうですかね、予想通りですかね。いやそうですね 繰り返す見込みも一じゃあったんですけれども、やっぱ体制はね、ずっと鈴木康友さん優勢だろうという見方が多かったんですよ、なるほどそれはあの、えー、調査結果見ても。で、ただあの、4月中はね、あのその差が、鈴木康友さんと大村慎一さんの差が10ポイント以上離れてたんですね、それが差が縮まってきてたんで。ええ もしかしたらって感触もあったんですけどまあまあ結結果果は常識的な結果になにりましたよねそのあたりの感触は自民党の,あの推薦に至る経きを見てるとよくわかりますよね自民党の,あの静岡県の人たちは早く大村さんを推薦してくれと本部に言ってたんだけど、はい、本部はいやそれ負け戦に乗ってまた負けるのは嫌だからって言ってあの多分乗ってなかったんじゃないかなと思うんですが直近になって。はい 大村さん推薦出したということは、はい、あれ、自民党はもしかすると、必ずしも負けるとは思えない、思わないっていう選挙情勢になってきたのかなと私なんか思ってたんですが、そういう流れですよね、きっと。そういう、勝てるとこまでいかなかったんですけれども、大村さんも伸びてきてる、うう調査上は、はい、もう一つの本当の理由は、これ、あの負けても、すでにあの自民党、静岡県連は推薦してるんで、はい あの自民党の負けって言われると、なるほど党本部が推薦しようがしまいが、えー、そんならもう党本部推薦出して、あまあ、負けるときもあるし、勝つときもあるという、うん、もうい直った考えでしたね。となると、どうなんですか、ね、負けは想定ないだったって感じですかいや負けは想定ないです。うんとなると、あれですか、えーあの、政権に与えるダメージはそんなに大きくないっていう感じです,感じですかねいやこれはね。 あのダメージはあって、はい、あの4月下旬の補選3連敗によってあの、これで岸田さん解散できないなというふうになったんですけれども、はいはい、なこれ、今回、静岡でも負けたことによって、ええ、もうやめてくれと、あのあの選挙するのは、少な、ええ、くても、ええ、もうそれがもう、ぐーっと出てきてる感じがしますよ。 まあ、鈴木康友さん、72万8500票、大村真一さん、65万1000票、まあ、約1割の差なんですが、はい、この1割の差っていうのは、はいまあ、こんなもんかなって感じですかね、えー、確かに、ね、得票通常は5ポイントぐらいの差だと思うんですこれねあの、朝日の出口調査が一番ちょっと実態を表してると思うんですけれども。えーえー 無党派層ではね、大村審査は検討していて、はいえー、鈴木敦さんからあの数ポイント低いだけでほうほう、ね、ほぼ分けてるんですよ、はい、無党派層で。ところがあの、自民党支持層で、4年前の知事選と比べて、自民党支持層が41%からあー34%に落ちてるんですね。ほうほう 落ちてる中で、その34%の中で63、63%しか固めきれてないんですよ、はい、で自民党の推薦候補が自民党支持層を固めきれなかったってう選,考な選挙なんですよそれはやっぱりですか、国政選挙を占う意味において、自民党にとっては、まあ、大ダメージっていうか、大逆風っていうか、これ、とてもじゃないけど、選挙できないなっていう印象なんでしょうね、きっと。 政権ののでででは選挙できなないいいんじゃないのととうことですどうなんですか、えー、それにしてももう来年いっぱいで、まあ、衆議院は必ず選挙はどっかでしなきゃいけないタイミングで、はいはい、9月の末には総裁選もあると、はいえー、このまんまいくと9月末の総裁選で岸田さんは。 まあ言っちゃなんだけど、はい、総裁選で勝てる要素ってあるのかないのか,そ,して、まあかあのー、それまでに当然私が岸田さんなら、あのー、衆議院解散を打って少なくとも負けなかったという実績は作って総裁選に臨みたいなと当然、思うだろうと思うんですが、はい、客観情勢としてど,どんな感じですかね田崎さんの見るところまずあの岸田さんが衆議院を解散したならば。 衆院選挙では、自民党はあの200議席切るんじゃないかと思います完全過半数割れですね、過半数233ですけれども、はい、自民党は200議席を切るだろうと、今は260ぐらいなんですけれども、60議席以上減らすだろうと、ええ、でで公明党も、あのー、関西の方で維新に相当。 候補者立ててられてるんではい、はい、公明党も32議席が22、3議席になる感じなんですよ。事故を合わせて過半数割れちゃうってことですねそうです,そうです、その選挙はさすがにやめてくれっていうことなんですね。ということは、もう岸北政権か、少なくとも9月末の総裁選までの解散はないと見ていいんですか。 ないというふうに思いたいんですけれども、<ん>解散権持ってるのは岸田さんですから、ええ、岸田さんが破れかぶれで解散しないって言い切れないんですよ、それはあ<ー>あ、ね、僕は多分できないと思いますけれども、ええ、可能性としてはずっと残り続けるんで。ええ えー、それがまあ,ある意味で岸田さんの武器なんですよ、俺はいつまでも解散できるぞとあ<ー>あ、だから解散権を否定したりはずっとしないんだろうと思うんです。なるほどでもしたら自民党政権は終わりかねないということですねあのただね、その自民党政権が終わりかねないという話なんですが、まあ、確かに今、はい、ンマ選挙やると自公で過半数、あれは私もあり得ると思うんですが、あの民主党政権が誕生したときと違って、はい 野党が急合して、過半数を、えー、なんか連立内閣組むっていう、たぶん、立憲民主単独で過半数は無理だろうし、じゃあ、連立して政権できるのかっていうと、その可能性もそんなに高くないような気もするんですけどね、はい、どんな感じなんそ,、ね、それはねあの、日本維新の会が鍵を握ってるんですよね。はいはい、日本維新の会が、あのー 自民党・公明党政権に協力していくのか、それともあの立憲民主党が、まあ、勢力を伸ばして、立憲民主党に協力するのか、はい、あそれはあの維新の会の判断次第なんですよ、<ー>で僕はその中では、維新の会はいや立憲民主党と組んだりしないだろうと。つまり、自公意政権っていうことですかね。まあ だから、あの結果的には選挙で負けても、自いい政権が誕生するという可能性の方が高いと思って見てますうんさて、まあ、それは仮に選挙があったらということなんで、選挙なくて9月末の総裁選に突入していったときに、どうなると思いですか、はいはい、僕は岸田さんが仮に候補しても、再選される可能性は低いんじゃないかと思います。はあ でこれね、今回の自民党総裁選は、あのー、派閥の締め付けがあの効かない、よりはっきり言えば、自,あの自民党の結党以来あの、自民党の派閥が解消された状況で向か、ほとんどの派閥が解消された状況で、総裁選になるんですね。ええということは、自民党の国会議員の自由意志で投票するう選挙になる。はい、でその時に 岸田さんが再選されたら、衆議院解散につながっていくわけで、あの自分たちが不利になるようなあの総裁を選ぶかと、ええ、僕は選ばないだろうと思うんです、ええとなると、とりあえず次の、少なくとも来年いっぱいの間には必ず行われる衆議院選で勝てる総裁を 選んでくるだろうとそうなったとき、ね、前回の菅さんのように、自らも総裁選出ないという判断を岸田さんがするのか、それとも岸田さんはあくまでも、えー、負け戦覚悟で出てくるのか、どううなんでしょうねそこは難しい判断で、もそれは岸田さんの判断次第ですよで<も>、ね、あの選挙で、はい、総裁選に出ても負ける可能性が高い、えー、でならばあの早めに退陣表明するのか。 あるいは総裁選不出馬ということを表明するのかということだと思いますどうな、田崎さんの読みはどうですかあんまり詰めないでください。<laughs> <laughs> でね、あの<何>先ほどの、<laughs> 総選挙のことについて、あの僕は、ね、年内の可能性が高いと思ってるんですよ。<laughs> なんで、自民党の衆議院議員の任期は来年の10月末までなんですね。えー で来年の夏には参院選挙と、もう一つ、東京都会議員選挙があるんですよ。だから公明党は、それとか重なるような衆院選挙はやめてくださいと、えー、私たちの勢力分散してしまいますと、だからできれば年内、遅くとも来年1月までに衆院選出してくださいねっていうのが公明党の願望なんですよ。えーえー、でそうするとまあ 新しい総裁の下ですぐ解散・総選挙をするのがあの、自民党議員や公明党議員にとってはありがたい選択になるだろうと思いますどんな名前が上がってきそうです総裁選ですか、はい、それはあのもうお、非常にやる気を見せてるのは、茂木幹事長と石破茂さん。えー えー、河野太郎さんも異様かあると見られてるんですけれども、はいはい、でその3人ともね、まあ、ある種似てるのは、結構敵が多いんですよね、あ<ー>あの多い少ない、あのそれと人によって見方違いますけれども、えー、割と敵がいらっしゃる方々なんです。そうすると、あのー この人なら、私たち選挙を戦いやすいねと。議員の少なからの人が考えているのは、やっぱり上川陽子さんですよ。あどうなんですか?。ご本人はやる気あるんですかね。上川さんは、まあ、あの解散しましたけれども、あの。岸田宏池会なんですね。はいはい。だから岸田さんが、あの。不出馬とか。 あ,あるいは退陣を読めしない限り、上川さんは出られることはないと思います、えー、で、も岸田さんがもう次の総裁選の段階で、もういらっしゃる総裁選では何には出馬しない、はいえー、ということがはっきりしていれば、上川さんは、えー、あのチャレンジする可能性があると思います小泉進次郎さんはどうこれはやっぱり、彼まだ43なんですよね。えー ね年齢的に余裕があるんで、もうちょっと自力つけるのに時間をかけるって感じじゃないかと思いますああ今の田崎さんの名前をが名、田崎さんに名前挙げてもらった人たちをこうざーっとイメージすると、岸田さんが自ら辞めたらもう、もうあのダントツ上川さん、だけど岸田さんが総裁選に出てきたら、これはちょっと何が起きるか分からない感じですね。はい ねであのどちらにしろね、上川さんが出てきても、他の人たちに出てきても、今回の総裁選は読めない選挙になると思いますよ。<ー>ねで、やっぱり国会議員の自由意思によってあの決まっていくんで、派閥の足し算でできないんですよ、今度は。<ー>僕らは派閥の足し算で、この人が勝つだろう、何位になるだろうってことを予測してきたわけですね。えー そうすると、派閥の単位の計算ができないんですよ。本当。はい、まさに政治ジャーナリスト、中瀬の捜査線になりそうですね。間違いないにしないといけませんね。あまり不用意なことは言いたくないですね。<laughs> さんとしても、ね。この場で、ね。<laughs> 田崎さん。はい、面白いわ。<laughs> いや、面白いです。僕ね、やっぱり新抱さんにおだてられて、何か喋って、後で失敗するケースもあるんで。え 気をつけながら喋るだけいけないですか。大変今日も参考になりました。ありがとうございました。お、はい、<laughs> 忙しい、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。した <laughs> 政治ジャーナリストの田崎知郎さんに伺いました。<laughs> ズー。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの町にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊フジの記事を解説する「夕刊フジそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさんぜひラジオラジコでも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。さあ、この時間は、この番組がもうね、足を向けては眠れない。という方をお迎えしております。辛坊、ね、さんがね、太平洋に行っている間も、もう。何度もピンチヒッターお願いして、助けていただきました。一昨日。 七十七歳九十のお誕生日を迎えられたばかりの小倉智モさんですおめでとうございますありがとうございます,いますこんにちはご無沙汰してますあたし辛坊さんからお花のプレゼント番組一同からお花を頂いてあ,ありがとうございますありがとうございます嬉、えー、しいすいませんありがとうございますしかし七十七には見えませんね、うん、そうですか中華ねうん私今この四月で六十八になったんですけどはい、はい 77っていうとあと10年近くあるじゃないですか、うん、10年後の姿を想像して今の小倉さんぐらい、えー、元気ででいいられる自信はないですねなこの仕事やってると本,本読んだんですよね本あ,<ー>ねありがとうござゲストの方の,方の本って本 <noise>、えー、まあちらちらっと3ページぐらい読むかなが普通なんですけど <laughs> すこの「本音」という本は全部読んじゃいましたよ。 これ字がでっかくて行間がかなりありますからね、<や>読みやすいんですよ。そ15分ぐらいで読めそんなことはないですよ。長身しっかりした本で、ただ、うん、読めば読むほどわかんないこともいろいろ出てきたんで、今日ちょっと聞ける範囲は聞いてみようと思うんですが、うん、いやこの本によると最初にがん診断されたのは68ですって。はい。68っていうとまだあの朝の番組やってらっしゃるんで。やってました、やってました。うん、どんな状況だったんですか。 だからもうこう本に書いてありますねあのとにかくなんか血の赤いかけらみたいなものがあ、うん、っていうのが最初ほっと唐辛子が出たかっていうぐらいそ<う>いやそれがにじんだんですごいわかりやすくてですね、うん、あそういうものなんだそれまではまた気が付かないですかね自覚症状ゼロですか自覚症状ゼロでそれかから、ね、この本を読むとなんか 結構いやそこ手出しちゃダメだろみたいなあの治療法行ったりなんかしてるじゃないですか。そうそうそうネットで検索したりで人の話聞いたりね<笑><笑>だってさやっぱり年になっても。 男の未練みたいなのあるわけじゃない。いやもう六十八だと私ないですね。ない？はい。それはね年取る原因だよ。ででですから若い。あのー、まあ現状はもうあえてお聞きお聞きしますが六十八の時にははい、えー、そういう必要性があったわけですね。ありましたね自分だってできるわけだからさ。<laughs> は？<laughs> い,やいろんな使い方があるでしょうよ。<laughs> <laughs> いやいやあの「男としては」言ったらいいのか,分かりませんが男としてはね。それが本当に、うんえー、手術をためらった原因なんですか、まあ、そういうことも含めてそれとあ<ー>結構あの調べていくと、はい、やっぱりその取らなくても大丈夫だっていう本だとか。 諸説あるわけですよまあ確かにがんの治療に関しては諸説ありますね、うん、私もねだから今から10年ぐらい前にがんになった時に、はい、この時には諸説あるのは分かってたんですけどもうもうなんか運みたいなもんだと思って最初に当たったお医者さんに「まあ、全部任すから好きにしてくれ」って言って、うん、もうそういう判断をしたことがあるんですけども僕は最初に当たったお客さんに任せき先生に任せきれなかったれですね。 だからがんって診断されてからやっぱり2年あのいろんなところ紆余曲折行っちゃうとダ<メ>そうですよね、うん、時間的にかなりのロスですねそれは大丈夫だ大丈夫だって言われてちっとも大丈夫じゃなかったでもそれで68で今年、ね、2日前に77におな,り77<歳>おなりになったんだから結果的にオーライじゃないですか結果的にオーライって6回も入院してよ。あ<ー>2年前に死に死かかっ その2年前に死にかかったっていうのが確かにね一時期何かでご連絡しようと思ったらスタッフから止められたことがあってあそ,、ねっね、その時に「<laughs> えそんな状況なの?」って「もうもう終わりかと思ったら」 今も完全なんかね<は>この本も、うん、この「本音」っていう本も結構積み作りな本なんで、うん、最初こうざっと読み始めた時になんか遺言メーター書き出したなと思って何 <laughs> の遺言みたいな本なのかと思ってざっと読み終わったら最後むっちゃ元気になられてですね、うん、だからねいろんなところに転院していって、はあ、肺に転院した時に。はい キーートトルーダという免疫チェックポイント阻害剤<ー>オプジーボと同じやつ<ー>これを投与を投与したらですね効果があって肺がんは消えたんですよほぼそれは運がいいですあれあのね一定確率なんですよ全員に効くわけじゃないんです,んですからそうそうそう効く人には本当に劇的に効く薬らしいですその代わり僕はね最初にやった抗がん剤は全く効かなかった副作用も出なかったしあ<ー>それでキートルーダーをやって それ副作用が結構きつかったんでしょう。全然副作用も出なかった。副作用も出なかったんです、ええ。全く出なかった。肺がん完全に治ったんですか?す。ああ、あ、キートルーダーの副作用。あそ,うですそうです。キートルーダー。この話、この本の中で結構副作用きつい話。出てくる五回打ったと時から心臓の数値が下がって。一気におかしくなって死にかけた。そんなことなるんですか?そ。そ病院でも初めてだそうです。あ,<ー>あまりその、腎臓の多少影響はあるかもわからないけど、ここまでひどいのはわからない。で。 後になって結局分かったのはね、ええ、去年の10月に腎右がん腎臓のがんが見つかって、はい、これを全摘しなきゃだめだっていうことになって全摘したんですよ。はあ、今になって思うとその腎右がんがかなり前からあって、ええ、そのために腎臓の数値が落ちてたのかもわからないんですそれはどちらのせいなのかわからない、はあ、えということは今腎臓一つ摘出されてるん腎臓一つ摘出して残ってる腎臓の数値も 人工透析もうギリギリ目の前っていう感じあ全くそんなふうに見えないですね。それで腎臓を取ってみて表面はものすごい綺麗だったんだけど、えええー、病理で調べたら、はい、最悪の癌で、はあ、周辺の脂肪とか、えーまあ、にも筋肉にも細胞が癌細胞が結構あるので、はあ、うん通常この場合は1年半です、はあ、ほ,ほっとけばね。ええそれで 長持ちしても3年いいう人が8いるぐらいです、はあ、でその状況であと残された方法は小倉さんの肺がんを消してくれたキートルーダーをもう一回やりませんかってはいはい,はい、はいそれ。それが今3回まで投与が終わってるんですが、えー、一か八かなん生きるか死ぬかなんす今。 いや、そんな風には全然見えないですよ。二年前にもうとにかく連絡も拒まれるくらい。もうダメだって言われた時に、<laughs> あ、もう二度とお目にかかることはないんだと思ったら。いやいや本当そうだった、二年前は。あ、そうだったんですか。そんな感じに全然見えないのはどういうことですかね。いや、わかりません。 だ私の生命力で医者はびっくりしてますよそれとねこの本読んでて私納得いかないことがいくつもあってですね、はい、まあ前から聞いてたっちゃ聞いてたんですけども趣味でいろんなものを集めてるじゃないですか、はい、私が聞いてた中では何か結構高価なあのミニチュアカーみたいなやつがあるんですって、はい、ありますそういうのを集めてた博物館じゃないけれどもビルの2、まあ、フロアぶち抜きみたいなところを、はい、私は ご自身でお持ちになってると思ってたらいやいや賃貸で借りてたってそビルの2フロア借りてたら家賃だけでもとんでもないでしょ4フロア借りてたの4フロアいらで万ぐらいだった <laughs> それね、ええ まあそれ正確にもよるんだろうけど私なら月120万も家賃払うなら買っちゃった方がよくいいじゃないですか、うん、いやそれ物がだんだん増えてくるから、はい、上借り下借り気が付いたら4フロアは借りてたのだんだどん,どん増えていっちゃったんだでこの本によると、うん、そこはもう取っ払って、はい、大豪邸の方に全部物は引き取った、はい、その場合奥さん出ちゃったって話は本当ですか本当 <laughs> 今病気のの独居老人なの ねえ初めての一人暮らしリフォームを全部していや女房のアイデアなんですよ女房出て行きたかったのかもかな,な女房がね,ああのね大きな声じゃ言いませんよはい、はい、大きな声じゃ言いませんし、うん、この本ではかなり曖昧にぼかされてるところではあるんですけど、うん、この本を読んだイメージで言うと絶対そうだろうなとは思いますとね。 月水金は決まった時間に来てくれて週三回いらっしゃるんですか家のことを全部やってくれてそ素晴らしいですねだから月水金になるとなんかいいんですよすごく不思議な感じですよ週三回週三回月水金今日は月だから今日お帰りになるていらっしゃるんですかもう夕方には帰りますじゃこんなとこにいる場合じゃないじゃないですか いや別にやることはないですからそんな。<laughs> <laughs> <laughs> いやいやそんなな話をしてるじゃいんですだっって全部取ちゃやいやいやいやそうじゃなくてあのねあのねそれでこの本読んでてものすごく曖昧だなと思ったのはご自宅を博物館だからそのビル借りて収納してたあれやこれ集めたものを自宅に持ってきて自宅で博物館みたいな話が出てくるんですが現状自宅で博物館は開業してらっしゃるんですか いや開業そんな大げさなもんじゃないでしょ例えばあの森永卓郎さんみたいな森,森永卓郎さんの博物館あるじゃないですか行<ー>ったことないいやいやあんなね金目のないものは俺は集めないのよ <laughs> 金目のもの <laughs> <laughs> いや割合いいものとかあとはいろんな人からいただいたものとか集めたちょっと普通の人が手に入れないそれはもう博物館として開業されてるんですか 開業なんかしてませんよ。自分の部屋をそういう風うに使ってみんな遊びに来て、ああすげえとかいういい。一般の人が見に行けるような感じではないんですか。そういう風にはしてない。でみんなお金出して。 取ったらとか言う見せたらとか言うけどだって私聞く,聞く限り例えば楽器だとか、はい、そのミニチュアカーだとか、はい、大変珍しくて高価なものがたくさんそれは森永卓郎さんの箸袋じゃないけど <laughs> ああいうのじゃないわけでしょ <laughs> まあいいものもありますとかそれはやっぱり世の中に公開した方がいいんじゃないですかいやでもそれほどのもんでもないですよその数ある中で、うん、ご自身が もう一番気に入ってるこれだけは缶を気に入れてほしいみたいなもんってあ,るありますうんそれはねあの例えば Q ちゃんがベルリンで世界最高を出した時のシューズとかね<え>ゴン中山が最初のワールドカップフランス大会でチュニジア相手に日本最初の得点を挙げた時のユニフォームとかそういうのはあるんですよ。うん 貴重ななものの小倉さんっっててかかりスススポポポーーーツツツフファァンンででですすすやたしそうね、ん、本の中にもなんか陸上競技やってて、はい、1 0 0ルを10秒台で走った話が出てきますけど1 0 0ル1 0秒台ってやっぱり才能がないと無理ですよそれは練習しただけじゃいやそんなに才能がないと思いますよだからもうそこで頭打ちだったんだからいやまあだけどねやっぱ日本選手権で決勝に行ってもケツの方を走るぐらいだったんですよ まあだから時代によりますよね時代でやっぱり1 0 0ル日本人で11秒切るって相当早いですよまあでも高校生で結構いましたからねランキングの上位は10秒台もう10秒2とか3の時代ですから飯島,が飯島秀夫っていたでしょはははは彼が一級上ですからね。 あだからねやっぱり 100m12、ね、秒切る人たちはやっぱある程度才能のある人たちで11秒切るってかなり選ばれた人たちで、うん、ま10秒切るとなるところはもうオリンピックのファイナリストみたいな感じですけど。うんうん それにしても面白かったですこの本ありがととうございますもっと言っ言て、えー、なんかこれを読むともう小倉さんっていう人がどんな人かがねすぐ分かるっていう感じのだからテレビを見てると嫌いだったっていう女性が結構多いんですようん、うん、僕嫌われるタイプちょっとね怖そうとか意地悪そうとかって画面だとね<の>見えるから <laughs> 嫌いな司会者ベスト3には必ず入ってて <laughs>、うん、好きな司会者に入ったことがないですからねそう,からそういう方にもこれね読んでもらえと小倉さんのね普段の感じがすごいよくそうそう大橋巨泉さんとかのとの話と 面白かそうでいや読んでてね、うん、私あの大阪で、えーまあ、局員で似たようなじゃないけれども私、まあ、報道の方が時間長かったんだけど、まあ、仕事してたですよね、うん、だけどこの本読んであやっぱ東京と大阪と同じテレビ局でも全然雰囲気違うんだ<ー>と思はい。 僕はでも辛坊さんには同じ匂いを感じてたから、昔から好きだった。ありがとうございます。やっぱね、東京は華やかな一。一 でタブーも多いいいなっててう印象が改めてねこの本読んで思いましたね、うんうん、大阪はやっぱりね、特に私がやってたのは報道タだったんで、ほとんどなんもなかったんですよ、なんか原発批判した話が出てきますけど、うんはい、さすがにやっぱりね、関西電力って原発比率が高いんで、はい、ん原発やっぱり、二たようなで悪口打ったら、関西電力から5人ぐらい人がやってきて、ですね <laughs> <laughs> ちょっとお話がございますって言って、ホテルの一室連れ込まれて、2時間ぐらい抗議受けたことある抗議って、その,あの、うん、クレームじゃなくて、 勉強教えてあげますの講義の方法を受けたことはありますけどね <laughs>、うん、それ1回だけですよ僕は東日本大震災の時に「メルトダウン」という言葉を使ったら局長が飛んできて「フジテレビの姿勢は知ってます」知ってますけどこの時に原発賛成って言えないでしょしし」だって本当にメルトダウンしてたんだいや、僕もあの時の報道ずっとに、あのー、東京の報道を見てて「はい、メルトダウン」という言葉が出てきた時には、うん、ちょっとやっぱり「あっ!」 ついに言ったっていう、なんかそれありましたね。ね分かってたんですけど、なんかずっと使えてるような感じみんな言なた。そうなんですね。ま、さにそうですね。日本、ね。などなど、本当に、ね。本の本のにいや、面白いで。そういうことが今多すぎますよ。放送でも全くですね。ね。なんかまだまだお二人のこの激論聞いていたいんですけどえ。えー、本当に2年前にもうちょっと小倉さんダメかもしれないって、うん。<laughs> 国際なんでしょう。でも、全然。私がほっか。理由はないですから。ヨットに乗るときに、代わりがいませんよ。やっぱり一人で。ありがとうございます。これなら、これなら、いつでも。いつでも、二三年休んでも大丈夫だということがよくわかります。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、この本ね、ご覧になってください。 ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは長崎県長崎市ランタンシャンシャンさんからのリクエスト騎士団ワンナイトカーニバル、はい、残念ですね<え>番組中に、えー、江東区の鹿の目撃情報の続報が入りますんでし <laughs> 一つもなかったですね残念です <laughs> 見間違いかいやどうなんでしょうね私ねあの笹がいっぱい生えてるところ日本中あるじゃないですかま、えー、あそこ通るたんびに思うんですよ、はい ここでパンダが出たらニュースだろうなと。<laughs> ないですね。はい。<laughs> はい。さあ、お聞きの日本放送この後5時30分からはショーフナイタープレーボールをお送りします。 明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さんです日中韓首脳会談の成果や北朝鮮の衛星ロケット打ち上げ予告さらに1ヶ月余りにわたって続いているインド総選挙のポイントなどを伺うそうですこのズームそこまで言うかは東京都が全国で初めてカスハラ条例案を制定へということで日本カスタマーハラスメント対応協会の島田京子さんをお招きします決めたえい パンダのぬいぐるみ着て近所の支え部行ってみよう。終わりますよ。ここまでのお相手は辛坊治郎と。<laughs> 増山さやかでした。でした。